ません、お待たせしました。それでは千葉ジェッツ大野ヘッドコーチの記者会見を始めさせていただきます。大野ヘッドコーチにご質問のあるメディア様、挙手の方をお願いいたします。トゥーフォーマン滝沢です。お疲れ様です。まあ、そのシーズン終盤から このシーズンもそうですけど、ちょっとエドワーズ選手が不調というか調子が悪かったのかなと思うんですけど、そこの要因というのは宇都宮のディフェンスとか、あるいは他の体調面とか、どういったところの要因があったんですか？そうですね、まあ、もちろんコンディションのところでちょっと問題があったんですけども、でもそれを言い訳にせずにね、コートに立ち続けてくれましたし、はい、それをサポートするのがチームだと思っているので、はい、彼に本当に感謝しています。最後までコートを取ってくれたので、はい、ちょっとじゃあコンディション的に問題があったところもあったっていう感じですか？そうですね、はい、まあ、ただそれが負けた理由ではなくて、誰かが調子悪いんであれば、チームメイト、他の選手がカバーするのが本当のチームだと思うので、ね、はい、それを他の選手が、ね、必死にカバーして戦ってくれたんじゃないかなと思っています。あと1点、今シーズン千葉は15試合がこう少なかったというところで、まあ、チームの完成度を高めるという点でどれぐらいそれは影響がありましたか？もちろんね、ゲームでの経験というのは一番だし、ゲームでのトライアンドエラーというのはチームを成長させる一つの大きなファクターだと思いますけども、ただね、泣いたみたいになったわけじゃないし、逆に相手チームからキャンセルが出てしまった場合もあって、でそこを言ってもね、僕たちにコントロールできるところではないので、しっかりコントロールできるところ、自分たちが与えられたゲームで成長しなければいけないと思っていました。ありがとうございます。お疲れ様でした。すみません、お待たせいたしました。それでは千葉ジェッツ原選手の記者会見を始めさせていただきます。時間の都合上、お一人様に2問まででお願いいたします。まずは原選手の方から本日の試合の方お願いいたします。はい、昨日に引き続きすごく厳しい立ち上がりとか、立ち上がりはまだ良かったんですけど、本当にずっと劣勢というか我慢の試合だったかなと思います。もうシーズンが終わりなので反省する点とかは特にないんですけど、コロナとかで10試合近く試合がなくなったり、いろんなすごいことが起こってすごく難しいシーズンだったんですけど、こうやって、コーチ陣はじめ、選手と戦えたことは本当に誇りに思いますし、これからのキャリアにすごくいい1年になったかなとは思います。はい、以上です。ありがとうございます。それでは原選手にご質問のあるメディア様、挙手をお願いいたします。お疲れ様です。トゥーフォーマン滝沢です。今日は4点差とか結構こう追いつきそうなところであと一歩っていうところが多かったと思うんですけど、そのあと一歩をつかむためにはどういったところがこう足りなかったというか、どういったところがこうちょっと及ばなかった部分だったと思いますか？やっぱり去年うちが優勝したんですけど、その時にはやっぱりリバウンドとルーズボールで勝った試合っていうのが特に多くて、それをこの2試合は宇都宮さんに、やられる部分が多々あったので、そこかなとは思います。ありがとうございます。このシリーズを見ていると宇都宮に比べてやっぱちょっと千葉の方が少し完成度というかチームとしてのこう成熟度みたいなところが少し足りなかったのかなという印象を受けたんですけど、その中心だった試合とか15試合とかその辺の影響みたいなのをもし思っていることがあれば教えてください。この結果に対してそれが原因だと思うんですけど、この試合っていうよりは今シーズン、昨シーズンもそうですけど、今シーズンは特に1試合やって誰かが出て中止とか、本当今年に入って特にそういう時期があって、やっぱり個人練習も多くなりましたし、しょうがないことなんですけど、本当に難しいシーズンだったなって思います。試合に関してはそこっていうよりは、僕たちのそういう発数だったりとか気持ちより宇都宮さんの方が上回ったのかなと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。
はい、まあもうこういう結果で終わってしまい、もちろん残念ですが、まあ区としてはもうこの長く、初年度以降ファイナルに行き続けてきたこのチームっていうのをもう褒めたいなと思いますし、うん、まあなかなかね毎年勝つなっていうのは本当に簡単なことではないのも、まあこの試合で痛感しましたし、まあしっかり休んで、来シーズンに向けてまた頑張れればなというふうに思います。ありがとうございます。それでは富樫選手にご質問のあるメディア様お願いいたします。お疲れ様です。というフォアフェイサーです。まあ、先ほど富樫選手からその中止の15試合の話もありましたけども、もしそのもうちょっとこうチームとして試合だのを詰めていたら、もうちょっとこうチームのポテンシャルというか、もうちょっと上までいけたなっていう感覚とかはあったりしますか？まあ、上までいけたかどうかはもちろん別ですけど、やっぱその15試合でも4分の1ですかもうなくなってるので、まあ、チーム作りをする上ではかなり難しいと思いますし、もうしあの特に今年1月、今年2022年になってから、もう1試合して1ヶ月空いて、1試合して1ヶ月空いてみたいなスケジュールを、まあ、せざるを得なかったので、まあ、それは選手にとっても、難しいシーズンではあったかなと、はい、もう練習もまともにできない、まあ、時間持ちの時もありましたし、練習をだけをして試合が全くない時期だったりもあった中でだったので、まあすごく大変なというか、チーム作りをする上では難しいシーズンだったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。あと最後に一つ、この宇都宮とのシリーズも CS で何回も対戦されていると思いますけど、ここのこの関係というか、そこを振り返ってお願いします。まあ、お互い同じような思いをずっとしてきているので、初年度、まあ、2試合目大逆転で負けて、まあ、Bリーグの、まあ、この厳しさを痛感して、でそれ以降は多分天皇杯とリーグのこのチャンピオンシップ含め、まあ、全部勝ってきているんじゃないかなと、まあ、天皇杯だったり去年のファイナルも、まあ、逆反対の思いを宇都宮はずっとしてきている中で、まあ、今回そういう、ね、ワイルドシードからですけど、多分かなり強い気持ちを持ってこの千葉に来てたと思いますし、うん、まあ、でもこういう近くに、こういう関係性のあるクラブがあるっていうのは、お互いを高め合う上ではすごく大事だと思いますし、うん、まあ、今後も、ね、こうやって、たくさんチャンピオンシップだったりで試合を重ねていくとは思うので、はい、まあ、この負けの、このホームでやっぱ負けた悔しさっていうのは、もう来シーズンにしっかり合わさなきゃいけないかなと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。それではこれで記者会見終了させていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、241でした。